はい、こんにちは、みちです。今回はですね、僕のサロンの雰囲気と、まあ、施術どんな感じでね、やってるのかっていうところと、施術を受けるとどんな感じに体が変わるのかっていうところですね、そういったところを紹介していきたいなと思います。お客さんに許可をいただけたらね、紹介していきたいと思います。どうしようかな。あんまり考えずに。じゃあ、よろしくお願いします。撮影のね、許可いただいたので、はい、実際ね、施術させていただきたいんですけど、今日は、症状はどんな感じですか？今日は2、3日前に間違えてしまって、右側がちょっと首の付近が痛い感じ。首の付近が痛い、はい、じゃあ実際にその首の痛いところとかチェックして、まず検査させてもらって、はい、その原因をチェックしてから、まあ施術 して、はい、どういう風に変わるか、はい、でちょっと見ていきますね。はい、よろしく。まずじゃあ右側にねじってみましょうか。うん、これで痛い。今どの辺が痛いです？今その辺ね、はい、OK、左向きます。左の方がまだあれだけど、突っ張る、ちょっと突っ張る、ちょっと突っ張るね。さっきと同じところですね、はい、うん、右に倒します。横に、そう、時も詰まるかな、はい、うん、同じところ。じゃあ左の方まだ行くけど、右の方が、こっちが詰まるんですよね。うん、そんな感じ。あとじゃあ、前に倒しましょうか。この時も同じとこかな。ちょっと痛い。うん。今度じゃあ後ろ行きます。これも詰まるかな、ちょっと。ちょっと痛い。ちょっとずつ前ですね。じゃあ今度後ろに行きましょう。後ろです。はい。そうだときは大丈夫かな。首が、でもあれか。続きますね。はい、ですよ。じゃあまっすぐします。じゃあ実際見ていきますね。おお、もう一度前に倒しましょうか。うん、この辺、そうですね、うん、戻してねじります。ここか、うん、こっちも多少かな。ちょっと痛い。ちょっと多少、戻して。この辺もありますもんね。そうね。うん。さっき見た感じだと、普通の表面にある筋肉っていうよりは、結構深いところに、首の骨の近くにこうくっついてる筋肉が、結構固まっちゃってるんですよ。うん。だから、そこを緩めてあげると、少し楽になるので、そこをやっていくのと、その筋肉がね、結構首の背骨にこうくっついてて、その背骨がね、固まっちゃってると、首の筋肉がより固まりやすくなってる状態なので、その筋肉を緩めつつ、背骨をね、しっかり動かす。ことを今日やっていくので、そうするとね、だいぶ楽になってくるので、ちょっとやっていきますね。左はこう触るとそんなに痛くないですね。で、右側を押すとこの辺痛いですよね。で、この辺がいつここ2、3日痛かったんですね。うん。で、ここがね、固まってるので、うん、ここがちょっと緩めていきます。さっき押された感じと今痛みどうですか？さ、なんかちょっと楽になりました。そうそうそう。今その首の背骨固まったところをこう動かしたのと、筋肉をちょっと緩めたんですよ。だからさっきよりもこう痛みが減ってる。うん。ただまだ頑固なところが全然これだけだと取り切れてないから、この後取っていくんですけど、今だけでも筋肉緩んでるから、ちょっとさっきよりは良くなってるって感じ。うん、首のこの辺も固まってると頭痛の原因になるんですけど、痛い、体が痛いと思うんですけど、効くなっていう感じがあると思うんですけど、この辺がねちょっと固まってるかっていう感じ。これ放置しちゃうと片頭痛になるんですか？これ放置しちゃうと、そうそう、片頭痛とか、こめかみ、こういうところがね、に痛みが出たりとかします。うん。だけど今の感じだとちょっと疲れが溜まると、まあ、そんなにすごい強いのは出なさそうだけど、ちょっと出る可能性もあるかなっていうぐらい、少し、うん、OK、 じゃあ戻して、マッサージ気持ちいいですね。今僕が触っての頭の横の筋肉、はい、この辺なんですけど、はい、この頭を見るとおでこがねちょっと硬い、ここが、ここがちょっと硬くて、おでこが硬いの、うん、このこめかみ周りはね、そうでもないんだけれど、耳の上、あ、
耳の上からもうちょっと上かな、この辺、あこの辺がねちょっと固まってるんですよ。そこを右も左も、うん、片頭痛がね、ここをほぐしてあげると、そうこれも筋肉のこりだから、うん、取ってあげると頭痛もこの辺にもし出てることがたまにあるんだったら、うん、この辺の痛みが出にくくなる、うん、っていうのはあります。これ結構人によって固まってる場所が違うんですけど、うん、人によってはね、その柔らかいところ、こういうところがカチカチに固まっちゃってこの辺が痛いっていう人もいるし、硬いところが痛くなる、うん、あ、そうですね、基本的には硬いところが痛くなってる人が多いんだけど、でもそれもね、結構場合によってで、例えばさっき言った首が固まってることによってここに痛みが出てる人もいるから、必ずしもそこが原因かっていうとちょっと、まあいろいろ原因はあるんだけれど、それを聞くぐらいがいいんですか。そうそうそう、ちょっと効くなっていうぐらいで押してあげた方がいいですね。例えばその筋トレとかも同じなんですよね。ちょっと疲れたなっていうぐらいで積み重ねてあげるとだんだん筋肉増えるんですけど、全然なんか効いた感じしないなっていうぐらいでやっててもあんまり変わらないみたいな。逆に筋トレもこう頑張りすぎて疲れ果てるぐらいまでやっちゃうと、その後こう筋肉痛が強く出たりとか、それが施術でいうとちょっとこう揉み返しみたいな感じで刺激が強すぎてこう出たりもするんですけど、今こう左と右で同じ筋肉触ってるんですけど、左はまあこういう感じで、右こういう感じなんですよ。ちょっと硬い。そう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 。だからここがまあ一つその寝違えのような首の痛みの原因になってるポイントなので、ここをまあ左みたいな感じに緩めていくとだんだん良くなる。一回じゃあこれで、うん、後ろを倒しましょうか。後ろ今痛いとこあります？今は大丈夫、はい、戻して、さっき右の方が行かなかったんですけど、あ確かに、いや右の方が行くんですよ、どっちかと、はい、だいぶマシ、はい、左もう一回行きましょうか、はい、左が行かなくなっちゃった左の方がそう、さっきよりまあこっち緩めたから左の方が行かなくなったんだけど、左はもう本当はもっと行きたいんだけど行かないか、だから左もやっぱ硬いは硬いんですよ、うん、さっきは明らかに右の方が左よりも倍ぐらい硬かったから、今左よりも右の方が柔らかいから、まあ、まあまあいいんだけど、ただ今見るとちょっとね、左肩はこんな感じで右側こうやると硬い感じで分かります。右これ結構この表面の筋肉じゃなくて深いところにある筋肉が、右側がちょっとねこう固まってるところがあるんですよ。そうそう、ちょっと残ってるところある。それがその右にひねった時に左よりもなんか詰まるっていうか、引っかかるみたいな感じの原因になってるところがあるので、そこをもうちょっと緩めると、もう少し変わってくるので。これでもう一回右に倒して、よくねじります。ここねじれ。肩の、この辺まで来てますよ、今ね、鼻の位置がね。さっきはなんか、90度以上もいかなかった。さっきはね、多分 この辺だった気がする、鼻の位置が。だいぶいけました。うん。あとじゃあ一応横に倒す？そうですね。そうですね。結構いってるかな。左、うん、結構いいかな。まっすぐして、首痛みあります？大丈夫。大丈夫です。OK。じゃあまっすぐ。
というわけで、というわけで今回はツイストを実際にさせてもらってどうでしょうか。感想的にはなくなって、はい、いい感じに、はい、なってますか。はい、良、はい、かったです。で見させていただいて、やっぱりこう肩甲骨から首につながってる筋肉が、まあ、固まっていて、その特に肩から首にかけて その深いところにある筋肉が固まっていて、それと合わせてこう背骨の状態がその筋肉に引っ張られて、背骨もこう歪んだ状態で固まってたんですよ。背骨も歪んでたんですか。そう、左側の背骨も固まっていて、こう押されるとちょっと痛かったと思うんですけど、 この辺も調整して、本当に深いところで固まってる筋肉も直接こう緩めてあげて、はい、腰も、まあ、まあだいぶいいんだけど、これはちょっとね、課題とかあったんで、その辺もちょっと整えて、この胸の上、ここも固まってるところがところどころあったから、はい、そこが硬いとやっぱり首の土台ってこの胸なんで、きちゃうんですね。そうそうそう、ここがうまく回らなくて首も回りにくいっていう状態にもなってたから、ここもちょっと合わせて整えてあげて、まあ今日は、結構いい状態まで、はい、できたんで、これでちょっと様子見てもらえると、また何日もまあより良くなってくると。はい、はい、いい感じだと思います。はい、ありがとうございました。でこんな感じでうちの整体サロンでは、まあ、施術とか、させていただいておりますので、まあ、もし気になる方、いろいろ症状で、お悩みの場合はですね、ぜひ、ご相談ください。はい、じゃあ今日はこれで動画終わりになります。ありがとうございました。ありがとうございました。